はようございます。釣り子 TV です。今日はスペシャルな回ですよ。この手の中にね、ものすごいワームが隠されております。っていうのもですね、お正月にあの小森継彦プロのところに取材に伺った時にですね、いろんな、芸人からも今年いろいろとまたワームが出ていく予定で、その中で僕が知ってるだけの情報では2点あります。名前だけ言っちゃうと、ヤマミミズ、ヤマタヌキっていうね。今年のゲイリー山本の最新ルアー、ヤマタヌキ、そしてヤマミミズ、この2つの、ワームを教えてもらうことができたんですけども、その際にですね、もしよかったら水中での動きなんか撮影したいのでお借りすることはできませんかって言ってね、かなり無理を言ってですね、実はね、一つお借りすることに成功しました。というわけで、じゃじゃーん、はーい、これね、ゲイリー山本から4月に登場するというアナウンスが出た山タヌキね。こんなワームだったんですね。はい、この可愛らしい尻尾ね。まずはね、どんな動きをするのか、この水中アクション動画をご覧ください。
really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.
Fucking toes actually on the ground. Socks off. 10 toes down to the ground right now. Right now? Right now. Think I finally figured out who I am, what my style. What'll keep my soul to the ground? Thinking up, up, up. Keep that ego in clown. Rather clown all out by myself right now. Big, big man, like my ship is all sound. Like no water on board, like I'm not about to drown. I'ma keep it all 100, man, I'm really freaking out. People listen in now, I'm not just talking to myself. Make me scared, I'ma let them all down right now. Right now? Right now. Pray I never lose myself. Pray in flashing city lights, I keep my pretty boy smile. Pray this all work out. I caught my mama house, so when I look inside her eyes, all that real shit was worthwhile. Pray my team break ground, so this album popping out. Swear, drop them, be right there, say, push, baby. Push. I think I finally figured it out. That's all that life's about. はい。というわけでね、見ていただいたんですけど、この山たぬき、結構ね、シンプルな形状、小さなボディの中にはね、なんだろう、秘密のアイデアが満載で、まずはこの映ってるでしょうか。リブですね。こう、フックをね、隠しやすいような、また、逆側から刺しやすいような、このリブがね、表と裏についております。ね。で、何よりもこの尻尾ね、これが多分タヌキの名前の由来だと思うんですけども、後ろにねこういう感じのプリンプリン張りのあるね動きがこう水をグリングリン押してくれそうな尻尾、これがついてるんですよね。うん、この尻尾がない状態ではもうイモグラブのように使えると思いますし、この尻尾があることによって、コンパクトで結構強波動を出せるようなあのスモラバのトレーラーとしてもね、活躍してくれそうですよね。で、そこまでずんぐりむっくりしていないので、まあ、例えばダウンショットの具にしたり、ヘビキャロの具にしたり、はたまたですね、スプリットショットの具にしたりっていうね、いろいろな使い方がね、シンプルなゆえにね、できるんじゃないかなということで、で、重さの方もね、ちょっと測っておきたいと思います。はい、じゃあね、ヤマタヌキの方重さを計測していきたいと思います。果たして何グラムでしょうか？ 5.3 グラムって出ましたね。これは最近のあの、ベイトフィネスタックルなんかでも非常に使いやすい重さではないでしょうか。スピニングだとね、とんでもなく飛びそうだけど、まあベイトでもね、使いちゃいそうな、そんな重さ、使いやすそうな重さでございます。はい、というわけでね、こんな感じの重さなんで、まあ最近の超高性能なベイトフィネスタックルだとベイトタックルなんかでも投げれそうですし、まあ基本はちょっとね、張りのある、スピニングタックルで、まあ、ぶち込んでいくっていうのがね、使いやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、ね、これ形はね、こういう感じでお借りして見ることができたんですけども、具体的な使い方、出しどころについてはね、続々と多分ゲイリーファミリーの方
方たちの方から SNS 等で、発信があると思いますので、そちらを待ちたいですね。というわけでね、まあ、形とこうビズの中の動きではこんな感じだよっていうのね、これもうね、スクープっていう感じで撮影させていただきました。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、2021年4月に登場が予告されているゲイリー山本の期待の最新ワーム山たぬき、これを見ていってみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。